昨年から中共は経済内部循環をこわだかに叫び続けています。最新のデータによると中国経済の景気回復構造は依然として輸出への依存度が高く国内市場が不動産市場で支えられているという旧態依然としたモデルとなっています。研究者は中国の輸出力は世界経済の回復に伴って徐々に衰えると思われるほか 巨大な貧富の差と購買能力の限界によって、内部循環では経済成長を牽引できない運命にあると指摘しています。中共税関総書が4月13日に発表したデータによると、中国の3月の輸出額は前年同期比で30.6%と大幅に増加しました。そのうち電気機器製品、医療品、玩具、家具、照明などの輸出量が前年比で最高となっています。 しかしこれについては前年比のデータが2020年初頭の非常に低い実績値だったため誤解を招く表現だとの見方があります。ゴールドマンサックスは季節要因を考慮した後の中国の3月の輸出量は実際には前月比で6.6%減少し1月と2月の合計輸出量は前月比で8.5%増加したと推定しています。ウォールストリートジャーナルは 3月の輸出が、前月よりわずかに減少したことは、市場の想定内で、中国の対外輸出量は短期的には回復する可能性があると報じています。アメリカ・サウスカロライナ大学、英金衡の社ン教授は、現在の中国の輸出データが目を引くのは、主に各国の貿易対策中のニーズが増加した結果だと考えています。 因为大多数国家现在呢，实际上很多还处在这种封闭啊、停产啊、关闭的状态，其实际上还没有完全恢复。而对这些中国的一些，比方说从，呃，办公室啊、家具啊、室内用品啊文化用品啊各方面，这些东西，就是说在家里上班或者上学这些相关的产品的需求仍然非常强劲。这个实际上是带动了中国的出口。車田教授は、その他の国が疫病から回復するに伴い。 中共の輸出の優位性は徐々に下がってくるだろうと指摘しています。昨年5月、トランプ前大統領の貿易制裁の圧力を受け、中共当局は経済内部循環による発展構造を提起して、内需と消費の拡大を国内の大型循環経済を発展させるための重要な手段として位置づけました。しかし中国経済の景気回復構造は未だ旧態依然としており、不動産市場を除き、 国内の消費ニーズは現在も力強さが見られません。独立経済研究機関のキャピタルエコノミクスは、3月の信用貸付全体の伸び幅が再度落ち込み、住宅ローンを主とするファミリーローンが過去数ヶ月で急増したと指摘しています。同時に2月に70の大都市と中都市の平均不動産価格が前月比で0.4%増加し、昨年8月以来の急上昇となりました。 中共一直作为经济支柱的房地产，其、就、实、是、根本无法拉起中共的经济内循环。相反，因为资金固定资产化，实际上阻止了市场流动，即使能形成的内循环，也会因此被破坏。所以，中共短期内无法形成内循环，对内继续依靠拉动房地产，对外继续依赖进出口，实际上是饮鸩止渴，是毫无战略前瞻的。 3月の在新製造業調達責任者指数は、すでに50.6まで落ち込み、昨年4月以来の最低水準に達しています。これについて内需の落ち込みが、過去1年間の工場生産活動の成長率を鈍らせたとの見方があります。また今年の中国の第一四半期の都市調査によると、失業率は5.3%から5.5%の間で、 昨年末の5.2%を上回っています。16歳から24歳の失業率は2月の13.1%から13.6%に上昇し、全国の都市全体の失業率を大幅に上回っています。多くの経済学者は中国の本当の失業率は驚くべき水準に達しているはずだと考えています。台湾の中華経済研究院、大陸経済所副所長の五花君氏は、 中国では6億人が貧困層に該当し、市場に入って効果的な消費力を発揮することが難しい。このことも中国が内部循環によって経済成長を促そうとする際の最大の問題点だと指摘しています。また中共が数年前から行っている戦狼外交モデルも、グローバル化の基盤である相互協力のバランスを崩し、さらなる景気回復に圧力をかけています。い 重组经济格局，形成与中国市场彻底脱钩的这种状态。那么，中共这个在重要原材料，甚至包括粮食、原油等等，都对国际依赖度很强的中共经济，以及主要以加工业为主的中国工业，会因为国际社会对中共的脱钩而陷于绝境。中共。は最近も直接的手段を講じて。 国際社会が中国経済とデカップリングしないよう必死で説得しています。李国強総理、発展改革委員会、中京カナダ大使などが次々とオリーブの枝を差し出して、ますます孤立していく厳しい立場からの脱却を試みています。NTD ジャパンがお伝えしました。